こんにちは。耳で覚えるガレージキット講座マスクのモデラーレディオへようこそ。この番組はガレージキットフィギュアの制作代行を生業とするマスクのモデラーが模型作りに役立つ情報を発信するオーディオプログラムです。声と字幕だけでも分かりやすくお役に立てる内容にしていますので、通勤通学や家事の合間を利用してお楽しみください。今回はこれはやっちゃダメ美少女プラモの作り方というテーマでお送りします。ガレージキット講座とか言ってるくせにプラモとか嘘つきすぎだろと思われるかもしれませんが、ご要望が多いテーマですので今回特集させていただきました。早速これはやっちゃダメの結論を先にお伝えしておくと、パーツをランナーから全て切り取ってはダメが答えとなります。これはビギナーよりむしろガンプラを作り慣れている中級者以上の方が陥りやすいのですが、美少女プラモで最初にパーツを全てランナーから切り取ってしまうと非常に効率が悪くなり、クオリティの低下にもつながりますので、理由を番組の後半で詳しく解説します。今回はこれから美少女プラモの塗装を始めたいビギナー向けの内容ですが、中上級者の参考になる部分もあると思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。さて、美少女プラモは組み立てるだけで手軽に可愛らしい可動フィギュアが楽しめる人気商品ですが、いざ全塗装して仕上げようと思うと難しくて挫折する方が非常に多いジャンルでもあります。前提としてお伝えしておくと、美少女プラモの全塗装はむちゃくちゃ難しいので、正直なところ挫折して普通です。どれくらい難しいかというと、ガンプラマスターグレードを全塗装するよりもはるかに難しいと思います。個人的には中級者以上でも美少女プラモをうまく塗装できないのは当たり前だと思いますので、うまくいかなくても焦ったり落ち込んだりせずにじっくりと取り組みましょう。そんなに難しいんなら諦めるしかないのかよと落胆されるかもしれませんが、ちょっとしたコツで制作難度をぐっと下げることができますので、引き続きお付き合いください。美少女プラモの難度が高い理由を分析すると、合わせ目が多い、塗り分けが多い、肌や髪の塗装などメカ系プラモと異なる塗装技術が必要といった点が挙げられますが、特に障害になっているのがどこに合わせ目が発生するのか、どのパーツを塗り分ける必要があるかを把握することです。合わせ目消しや塗り分けの技術以前に、この全体の把握ができていないために、あ、ここ合わせ目消してないや、ここ塗り分け忘れてるわといった膨大なやり直しが発生して泣くはめになります。結果として時間がかかりすぎ、途中で嫌になってしまう方が多いのが現状です。今回はこういった技術以前の段取りと美少女プラモならではのテクニックにフォーカスしてお話ししていきます。今回は簡単確実な合わせ目消しの手順、美少女プラモの肌塗装、最重要パーツ切り出しの手順の順に解説します。特に最後のパーツ切り出しの手順は、制作時間を短縮し余裕ができた時間をクオリティアップに使うことができるため最も重要なパートと言えますので、ぜひご視聴ください。まずは簡単確実な合わせ目消しの方法を解説します。画像がありませんが、できるだけ分かりやすく解説しますので、想像力を働かせてお聞きください。最初に使用する材料を紹介します。私が合わせ目消しに使用しているのは、瞬間カラーパテと瞬間接着剤、そして瞬間接着剤硬化促進剤です。瞬間カラーパテは色がついたゼリー状瞬間接着剤と考えてもらえば良いです。これを合わせ目を埋めるためのパテとして使用します。様々な色のカラーパテがありますが、肌パーツには肌色のフレッシュを、他のパーツはホワイトで良いと思います。瞬間接着剤硬化促進剤はカラーパテの硬化を早めるスプレーで、アルテコスプレープライマーなどが有名です。これらの材料と紙やすり、スポンジやすりがあれば準備万端です。それでは手順を解説します。まずパーツ同士を合わせるときに、パチッと最後まではめ込まないことが最大のポイントです。最後まではめ込む直前の隙間が 0.2 ミリから 0.5 ミリくらい空いた状態にしておきます。次にこの隙間に瞬間カラーパテを流し込みます。瞬間接着剤用の細ノズルを使用するとスムーズに作業できますので、購入しておきましょう。カラーパテを流し込んだら、パチッと最後までしっかりパーツをはめ込みます。パーツの合わせ目からカラーパテがはみ出しますので、これに硬化剤をスプレーして固めます。カラーパテが固まったら、240番から600番の紙やすりとスポンジやすりで丁寧にパテを削り、表面を整えます。表面を鳴らしたらサーフェーサーを拭いて合わせ目が消えているか確認し、まだ残っていたら瞬間接着剤で合わせ目を覆って固め削ります。最後にサーフェーサーを拭いて全ての合わせ目が消えれば完了です。特に注意すべきポイントとしては、カラーパテが固まるまで十分な時間を置く、関節が固まらないよう常に関節を動かすの2点が挙げられます。カラーパテが固まるまで十分な時間を置くという点については、
カラーパテは硬化剤を吹くとすぐに固まるのですが、パーツの隙間に入っているパテが固まるのには時間がかかるため、最低3時間、できれば8時間から10時間以上放置してしっかりと硬化させた方が綺麗に合わせ目が消えます。パーツ間のパテの硬化が不十分だと、ヤスリがけの時にパテをえぐってしまい、いつまでも合わせ目が消えないので、焦らずにしっかりと固めてから削った方が結果的に早く綺麗に仕上がります。次に関節が固まらないよう常に関節を動かすについては、カラーパテがパーツの内側で関節を固めてしまうことがしょっちゅうありますので、カラーパテが固まり始めたら関節を動かして早めに対策しておきましょう。これを怠って完全硬化してしまうと分解さえできなくなりますので、絶対にチェックするようにしてください。これで大抵の合わせ目は消せますが、膝裏などのくぼんだ部分は合わせ目消しが特にしづらい箇所です。くぼんだ部分にカラーパテをたっぷり持ってしまうと非常に削りにくいので、パーツを合わせた時にはみ出たカラーパテを綿棒で拭き取り、薄く持って削るを 2,3 回繰り返した方が早くて綺麗に仕上がります。紙やすりだけでも合わせ目は消せますが、くぼんだ部分を削るのにとても便利なビットブレード丸刀というツールがありますので、持っておくと何かと役立つと思います。今回紹介するツールや材料は全て概要欄に商品リンクがありますので参考にしてください。また役立つツールや合わせ目消しの工程を解説した動画もありますので合わせてご覧ください。次に美少女プラモならではの腹塗装を解説します。腹塗装は合わせ目を完全に消すことが前提となる場合、基本的に市販の肌色塗料とウェザリングマスターフィギュア用があればこと足ります。具体的には私の場合、肌色にはガイアノーツのプラスチックフレッシュをベースにサフレスフレッシュピンクを軽くシャドウ拭きする程度です。パーツが非常に小さいので、エアブラシでシャドウを拭く場合はできればノズル口径 0.18 ミリか 0.2 ミリのエアブラシが欲しいところです。小口径のエアブラシを使ってもシャドウ拭きは難しいので、正直なところウェザリングマスター一択でもいいと思います。ウェザリングマスターフィギュア用は化粧品のような感覚で使えるオイルパステルです。肌色をつや消しした後に専用ブラシでこすりつけるだけで十分綺麗なグラデーションができますのでおすすめです。ところでなぜ私が肌色にプラスチックフレッシュを選んでいるかというと、顔は成型色そのままを使うことが多いため、顔と色を合わせたいからです。他のパーツは合わせ目ができるので仕方なく塗装するのですが、合わせ目を消す必要がなかったり、合わせ目が目立たなければプラ成型色をそのままつや消しした方が綺麗で柔らかい肌になります。またフェイスパーツのアイプリントはデカールよりも綺麗ですので、表情を変えるなどの目的がない限りはそのまま使えばいいと思います。つや消しを迷ったらスーパースムースクリアを使っておけば大体いい結果になりますので試してみてください。肌以外の髪の毛などのグラデーション塗装は大変好評な特集動画がありますので、ぜひそちらをご覧ください。ガレージキットの解説動画ですが、同じ塗装方法で美少女プラモを作っていますのでおすすめの動画です。また肌や髪以外のメカパーツは基本的にガンプラ同様単色塗りしていますので、ガンプラの塗装法を参考にしてみてください。次に美少女プラモで最も重要といえるパーツ切り出しの手順を解説します。先ほど解説した通り、合わせ目消しや肌塗装は材料と手順を覚えればさほど難しくはないのですが、美少女プラモを作るにあたり結構ストレスになるのが、どこに合わせ目ができてどこを塗り分ける必要があるのかを把握することです。この2つを把握するための障害となっているのが、冒頭で説明したパーツを全てランナーから切り取るという行動です。これはガンプラを作り慣れた中上級者にありがちで、効率化のためにやっているこの行動が逆に美少女プラモは難しいと言わしめる原因にもなっています。ピンとこないビギナーの方のために、中上級者のガンプラの作り方を説明しますと、全てのパーツを一気に切り取り、一気にゲート処理、表面処理をし、塗装、組み立てまで流れ作業で作る人が多いのです。特にマスターグレードはパーツ数こそ多いものの、合わせ目消しや塗り分けがなく、説明書を見る必要さえほとんどないため、この流れ作業が最も効率よくガンプラを作る方法だと言えます。ところが美少女プラモには大量の合わせ目や塗り分けが発生するため、先にパーツを切り取ってしまうと全体の把握が難しかったり、左右で似たようなパーツが見分けがつかなくなるなど無駄が多くなってしまいます。そのため私は以下の手順で全体を把握するようにしています。1つ目が説明書を見ながらパーツを切り取る、2つ目がまず合わせ目を消す、3つ目は左右1組のパーツを組み立てる、4つ目はパーツは部位ごとに保管する、最後が説明書に塗り分け部分を書き込むの5項目となりますので、順番に深掘りしていきます。まず最初の説明書を見ながらパーツを切り取るが最も重要で、
この後に続く合わせ目を消す、部位ごとに保管する、塗り分けを書き込むの全てにつながりますので、説明書をよく見ながらパーツを切り取っていきましょう。説明書を見ながらまず合わせ目ができそうなパーツのみを順番に切り取り、その都度合わせ目を消していきます。カラーパテが硬化するのには時間がかかりますので、まず最初に合わせ目を消すパーツを最優先に処理しましょう。次に左右一組のパーツを組み立てるについてですが、これは合わせ目を消す必要はないけど2個一組になっているパーツのことを指します。左右一組になっているパーツは切り取ったらすぐに軽くはめ込んで一つにしておいた方が作りやすくなります。理由は管理するパーツ数が少なくなり、塗り分けなどの把握がしやすくなるからです。とかく美少女プラモはパーツが細かくて多いので何のパーツかわからなくなることが多いのですが、合わせ目消しをして左右一組のパーツを組み立てておくことで管理するパーツが半分くらいに減ることはざらにあります。パーツの紛失防止にもなりますので、私は表面処理から塗装までこの状態で作業しています。がっちりはめ込むと組み立ての時に分解が大変になりますので、あくまで軽く合わせておくだけで十分です。4つ目のパーツは部位ごとに保管するについても全体の把握をするために行っています。塗装のためにはパーツの色ごとに保管するのが一般的で効率が良いのですが、塗り分けが多い美少女プラモでは一旦部位ごとに分けておき、塗り分けをしっかり把握するのが良いと思います。最後に説明書をよく見て塗り分け箇所を把握し、説明書に書き込みます。説明書に直接書き込んでもいいですし、付箋を貼ったりコピーを取って色鉛筆で塗り分けてもいいと思います。ここまで段取りができれば、あとは基本的な作業の繰り返しですので、ストレスがかなり軽減されます。もう一度おさらいをすると、説明書を見ながらパーツを切り取る、まず合わせ目を消す、左右一組のパーツを組み立てる、パーツは部位ごとに保管する、説明書に塗り分け箇所を書き込むとなります。こうしたちょっとした段取りをしておくと制作がスムーズになり、余裕ができた時間をクオリティアップに回すことができますので、ぜひ試してみてください。今回の解説は以上となりますが、いかがでしたでしょうか。今回は塗装そのものよりも塗装に時間を割くための時間短縮の仕方を中心にお話しさせてもらいました。私が美少女プラモを始めた時に挫折しそうになったポイントをまとめましたので、お役に立てれば幸いです。冒頭でお伝えした通り、美少女プラモはかなり難度が高いので、1回でうまくいかなくても2体3体と楽しみながら作り続けてもらえれば嬉しいです。コメント欄に質問などいただけましたらコメントで返信しつつ、皆さんの関心が高そうな内容は今後ラジオや動画で解説しますので、お気軽にご質問ください。今回紹介した商品や動画は概要欄にリンクを貼っていますので、理解を深めたい方は参考にしてください。この番組がお役に立ちましたら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。